質問さなっておりますソッカー塾のコですブロックチェーンエキスポ近づいてますね ZOOM の対談そしてですねブロックチェーンエキスポの県のお知らせこれね今月の30日などいかがでしょうか21時から ZOOM、まあ、でね希望される方だけを集めてえお話しできればと思いますえお話の内容は決めていただけると思いますので私もねあのしっかりと コンタクトさせていただきますすううん、そうですね私もねその時にねあのちょっとこうお話ししたいのが、まあ、何点かあるんですけども、まあ、例えばねあのブロックチェーンエキスポに関しての期待もあるんですけどもその他の件で通常思っていることなんですがまずねセキュリティの面ですよねあの速家塾にはうん体の間をプレセールで買った方が 比較的多いんですよね。そっか塾を始めたのが2013年です。2013年からインターネットビジネスを始めて、まあセミナーをね、私がやるようになって、いわゆるインフルエンサーの走りをしてたわけなんですけども、それから2014年、2015年と、おそらくその頃にカルダノのプレセール、このセミナーの勧誘が結構あったんですよね。で私も広島のインンフルエンサー まあ代表の一人としてですね、えー、カルドネーダのプレセールのセミナーに何度となくご案内を出して、人を誘いしてですね、たくさんの人を動員しました。まあ時には200人ぐらいの会場になることがありまして、まあ私もね、自分の呼んだ人がね、何十人と来てくれたんで、購入した方結構多いんですよね。うん、まあそれからですね、時は経って、今、 あの顔も、その顔も、確か買ってたよな、というふうに思ってるんですよね。中にはね、やっぱり100万円級で買ってる人もいてね、<laughs> すごいもんですよね。今考えると、あの時の100万円が、あ、こうなるのか、みたいなね。まあ単なる金額の話だけではないんですけども、これから、ブロックチェーンっていう、むちゃくちゃすごい、想像もつかないような時代が来るな、というふうに話し合ったもんです。私も、 暗号通貨っていう概念もまあありえない話じゃないなと思ってたんで参加したんですけどもブロックチェーンってものが基礎になっていてねそのブロックチェーンがこんなにすごいものだったのかって思ったのはその時だったんですよ、まあ、ですんで当時暗号通貨様々出始めていた時だったんですけども私の耳元に届いていたのはビットコインイーサリアムカルダネーダーリップルこの4つぐらいだったんですよねで、まあ、ですの私は未だにこの4つしか 大量保有してないんですよまあ先日 XRP は全売却したんですけどもまあ何ていうのか考えよかったのかね190円ぐらいで売却することができて今いろんな試合もありますけども XRP はちょっとね元気のない状態でまあ回復200円前後まで回復することはもうないのかなと思ってますね。 やっぱり高値で売り抜ける人がいるから価格が下がってもう上がらなくなる、まあ、これも一つの現実だと思うんですね、まあ、XRP の話はさて置いといてこれからね体の枝がどのように育てていくのかそして新しい未来っていうのは体の枝を中心にどう回っていくのかねいろいろ想像するとワクワクしますね、まあ、その第一発目に今度のブロックチェーンエクスポがあってその、まあ、前祝いとしてですね こうやって、ズームライブを計画できること本当に嬉しく思っております。それじゃあ,あ、30日でご検討いかがでしょうかよろしくお願いします。